天竜村の地域おこし協力隊初代の内藤さん、そして8代目の皆さんさんにお話を伺います。皆さんよろしくお願いします。お願いします。食べる美味しいものがあるそうですね。ご紹介いただけますか。あの天竜村の素材を使ったクッキーになります。どんなクッキーですか。きな粉と緑茶とほうじ茶のスノーボールと、あとエゴマのクッキー、4種類のクッキーになります。これはどんな思いで作られたんですか。あの冬になるとゆべしっていうものを作らせてもらってるんですけど、あの期間が冬の間だけで、あのその冬以外の時にあの何か作って売れたらいいなっていうことで、の天竜村の素材を使ったものを、体にいいものを作りたいっていうことで始めて今に至ります。あ、じゃあもうお茶はもちろん、そのエゴマだったりとかきな粉もあのここの土地でできたものを使っていると、はい、天竜村の原種の在来の大豆とエゴマを使って作ってます。この作り方でこだわったっていうのはどこでしょう。そうですね、あのやっぱ子供もまだ私たちも小さいので、安心安全っていうところを一番気にしていて、まあ、国産の小麦だったり、圧搾した菜種油だけを使用して、あのお砂糖もこだわったものを使って作ってます。食感はどんな感じなんですか。スノーボールはあの口の中に入れたらほろっとして、あのなくなってしまうような、とろけるような、あの溶けるような食感で、サブレはそうですね、あのサクッとしてて、中がエゴマの粒を残した状態にしているので、プチプチっとした音、あと塩もちょっと入れてるので、あの甘いだけじゃなくてしょっぱい、しょっぱみもあって、あの進むような味になってます。あ、じゃあちょっとこうお茶系もいいですね。そうですね。あのこれからの夢ありますか。楽しく暮らしていきたいですもう、ね、お二人とも都会からこちらの村にいらっしゃって気に入って、もうこの住人になったということなんですが、じゃあ若きホープたちですね。そうですね。天竜村の美味しいクッキー食べてねー。食べてねー。